よしこ近いわパはいどうもパリコス協会でございます。本日は牛肉しめじ丼見えるかな、牛肉しめじ丼です。作り方は玉ねぎ、白ネギ、刻んだ生姜を油で炒めて、でそこにですね牛肉としめじ、あしめじも入れましてね、あの牛肉入れ、後から牛肉入れてちょっと色が変わってきたなと思ったら、お酒、めんつゆ、砂糖を入れて、あと唐辛子ね入れて味付けしました。そんな感じです。というわけでいただきます。牛肉としめじがこれちょっと甘辛いのってね、美味しいよね、絶対うまいよ。牛肉切り落としでやりました。うん美味しくできてる。うん、これはうまい。うん、牛肉も硬くなってなくてよかった。変なとこ入りました、ご飯粒が。あの調理動画をねたまに言われるんですけど、今回一応あのマニアチャンネルの方でライブ配信して作りました。あの多分その残ってると思います。あの今回は残しました。うん、まあマニア向けのチャンネルなんで、ね、まあ僕のことが好きだと思う人だけ見てください。うん、今までずっとツイキャスで料理配信してたんですけど、うん、もしかしたら YouTube ライブの方に移行していくかもしれません。わかりません、まあ、とりあえず全然わかりません、何も決めてない、とりあえずやってみたんで。うん、うまい。うん、うん、生姜がやっぱりいい味出すね。
うん、やっぱうまいな。丼にするとうまいね。これはうまい。しめじ、生姜、牛肉、あのに甘じょっぱい、甘く甘い醤油、醤油、砂糖醤油みたいな感じのタレって半端なくうまいと思います。というわけで、バッテモソ協会でした。ごちそうさまでした。うん。